こんにちは、二度目の会話が続きませんという本を書きました野口聡と言います。この本を書きましてからね、いろいろとお尋ねをいただくようになりましたけれども、中でも婚活に関する、婚活の中の雑談ですかねに関するお尋ねがね、目につきました。で、せっかくですから皆さんからいただいたねご質問なんかをもとに動画4つ作りまして、皆さんの婚活がねうまくいくお手伝いをしようと考えました。お役に立てるといいんですけれどもね、まずこの1本目なんですけども、ねぎらいの言葉を覚えようというのがスタートになりましてね、人とお話しするときね、意識してほしいことがあるんですけどもね、なんかこう何を話そうかみたいな感じがすると思うんです。何を話したらいいのかなね。で、これからはですね、まず私あなたのことを大事に思ってますよと、こういう気持ちが伝わるような会話ですね。これをね意識されますと、やっぱりこううまくいく確率がねずっとこう高まると思うんですよね。誰だってね、自分大事にしてほしいでしょう。ね。で、お話の中に、あ、この人私のことね、大事に思ってくれてるんだなと。そういうのこう、感じるからこそね、相手は皆さんにね、興味を持ちますよ。で、それがやがて好意に変わっていくわけなんですね。その第一歩がね、相手をねぎらうということじゃないかなと私はね、考えてるんですね。例えばね、雨の中来てくれましたと。ね。どうもこんにちはってね。お仕事はとかのそういう話するんじゃなくて、雨の中来てくれたんですから、当然想像すれば、濡れたりね、歩くのがね、ちょっともう、なんかこう難儀だったりしますよね。で、そういうことを想像して、雨降ってましたよね。濡れませんでしたかと。こういうふうにこう、ねぎらいの言葉をかけるということですね。寒い時に来てくれました。これね。そしたら、寒かったでしょう。もうこういう会話をすればいいわけですよね。寒かったでしょう。こんな中なのにね、会ってくれてありがとうございますと。こういうふうにこう言うわけですね。待ち合わせ場所がちょっと駅から遠かったと。こういうこともあるでしょうね、きっとね。ここまで結構歩いたでしょう。お疲れじゃないですかと言ったり、場所ね、分かりにくかったんじゃないですかというふうに、そういうねぎらいの言葉から会話をスタートするとね。で、またちょっとしたこのやりとりの中でね、相手の仕事がどうもこう忙しそうだったとね、残業も続いててとかね、そういうなんかこうメールや LINE のやりとりから伝わってきたら、すっごいお忙しいんでしょう今、お疲れとか出てないですか、こんな風にねお話するわけですよね。で、当然皆さんお忙しい中で婚活してますからね、無理をして時間を作ってくれた様子が伝わってきたと。そしたら、お忙しいんでしょう、なんか無理をしてくださったんじゃないですかね、どうもありがとうございますね。ねぎらうというのは、相手の苦労、これを察するということですよね。で、それをちゃんと言葉にして伝えるということですね。相手の人からしますとね、あなたがね、あなたのために私こんなことしてるよということが分かってくれているとかね、それは嬉しいわけですよ。あ、ちゃんと私がね無理してるとかね、しんどい中でもこう時間作ってるということを分かってくれているで、嬉しいなとこうなるでしょ。あ、こういう人とだったら一生共にしてもいいな、このようにして婚活がうまくいくはずなんですね。これ日常的にもねお使いになるといいかなと思いますよ。ぜひ使ってみてくださいね。